はい、じゃあちょっと続けて曲いきますか。あ、いきましょうか。いきましょうか。次はね、彼がタンバリンに持ち帰りまして、はい、タンバリンみたいに思われるでしょうけど、ちょっと彼のタンバリンすごいんで、ちょっと見ていただきたいんで。これなんかすごい変な視界やな、なんかすごい怪しいよね。皆さん、うさんくさい感じやろ。なんかすごい聞こえるヘッドなんで、お願いします。なんか視界の人みたいな。僕も CD がそこにねあるんですけど、そちらにその瀬戸さんの赤い CD、 その横に黄色い CD があって、その横に僕の CD が倒れてるね、あるんですけど、看板が倒れてますが、看板が倒れた CD、 そういう CD なんですけど、僕楽器をね、僕が作ったりとかするのが趣味でですね、で自分の作った楽器を演奏しても CD にしてみたということで、その曲をちょっと瀬戸さんと一緒にやってみたいと思います。その CD の中に入ってる、あの2曲入りなんですけど、500円でね、ちょっと割高なんですさっき言うな割高なんですけど、特典映像として、あの自分で作った楽器を弾いて、あれうるさいな自分で作った楽器を、いいね、今やった、自分作った楽器を演奏してるので、何の音か分かれへんかったら困るなと思って、特典映像をねつけてあるんですね。でまあそのどうやって演奏してるかっていうのをね、こう演奏してる映像が入ってるっていう、ね、そういうおまけ付きの CD でございます。ちょっとその CD の中から、タンバリンの夜明けという曲をやるように。
て絶賛発売中でございます。うまいね先生。すごい。あ、これタンバリン500円じゃないの。タンバリン500円。タンバリン田島隆。しいたけがまあまあ好きなんですけど。まあまあ好きなんや。まあまあ好きなんで、曲を作りました。聴いてください。